はい。皆さん、こんにちは。ワナリグルービーです。では、今回は、デート日の決断3パープキット、セガサタン版をプレイしていきたいと思います。では、早速、スタートからですね、今回プレイしていくシナリオ、ご紹介をしていきたいと思います。今回なんですけども、パープキットに収録されている史実シナリオから、第2次ソロモン海戦、こちらをプレイしていきたいと思います。陣営は日本を担当して難易度は普通ですね。続いて、司令長官と参謀長ですね、決めていきましょう。司令長官は山本五十六さんにします。第一艦隊の第一戦隊司令兼務というところですね。続いて、参謀長ですが、宇垣まとめさんにやってもらいたいというふうに思っています。では、この二人を指名してプレイの方開始していきましょう。では、まず、宇垣さんの方から、元凶の説明というのがありますね。南太平方面の航空戦力増強を目的とした SN 作戦に従い、我が軍はガダルカナル島に飛行場を建設したと。そこに米軍が上陸して完成間近の飛行場が奪われたというね、有名な内容ですよね。直後の戦闘では大勝利したものの、米国の輸送センターを阻止できなかったので、ガナルカナル島に米軍が大増強されてしまったという状態です。で、これをね、ガダルカナル島の奪還作戦と位置づけて、ソロモンの第二次海戦というのが行われるということが、これから書かれている内容になります。で、このソロモン海戦、特に第二次ソロモン海戦ということに限って言えばですね、ミッドウェー海戦の後、日本軍は、正規空母、赤城から、飛竜総理を失った後のね、海戦ということになります。では、マップの方を見ていきましょう。攻略対象になっているのはこちらですね。ガダルカナル島の基地。現状、米軍の、基地という位置づけになっています。飛行場が一つも建設されているというのは、先ほどの宇垣さんからの現況報告の中にあった通りですね。もともと日本軍が建設していたものをアメリカ軍に奪われたと。そういうものです。続いて、日本軍の艦隊ですね。わかりやすいところで言うとですね、ガナルカナル島の北と南に潜水艦隊が一つずつ入っています。これでね、敵の機動部隊、これをうまく探っていこうというところになります。編成はせっかくなのでね、確認しておきましょう。第1艦隊です。潜水艦全部で4隻。続いて、南側にいる潜水艦隊です。こちらが潜水艦全部で6という内容です。では、続いて主力の艦隊ですね。こちらご紹介しておきましょう。南雲さんの率いる第5艦隊、いわゆる五光船なんですかね。旧五光船だと思います。主力となるのが昇格と、それと瑞鶴、この2つの正規空母ですね。艦載機の数、合わせて140機前後というところになります。で、もう一つ空母入っている艦隊あるんですけども、ここはですね、軽空母1隻だけ、入っているので、攻撃力という意味ではね、少し、乏しいのかなというところになりますね。軽空母竜城、艦載機は33という編成になっています。続いて、第4艦隊ですね。ここが、輸送船団とその護衛という艦隊になっています。しっかりこれがガダルカナル島にたどり着けることっていうのがね、重要なファクターになってくるかなと考えていますね。そして、もう一つですね。こちらが第3艦隊というところになっています。なので、空母でガダルカナル島の、航空戦力を叩きつつですね、周辺海域に潜んでいるであろう、アメリカ軍の機動部隊、これを叩こうという作戦ですね。続いて、周辺の基地ですね。まず、ラバウルから見ておきましょう。単純にですね、ここに関して言うと、このステージをクリアするのが一番の目的ということになるので、航空の高い指揮官、これを、このガダルカナル島に配備し直したいなと思ってます。
大森さんか、まあ、後藤さんか、寺内さんか、まあ、寺内さん国48あるので、寺内さん任命し直しましょう。航空48は大きいですよね。で、続いて、ラエですね。ここも、航空の指揮能力が高い人に、このステージをクリアすることが一番の目的になりますので、変えていっちゃいましょう。大森さんに変えます。で、運営枠に関しては、ガダルカナルまで、航空機飛ばしても攻撃、レンジ外に現状なると思うんですけども、航空機の中身ですね。これを変えることによって、ガダルカナルに空襲かけられるかなと思いますので、ここも人事変えます。艦載機と同じスペックの航続距離だと、まあ確かにですね、ガダルカナルからこの上枠だとちょっと遠いかなというのがあるんですけど、これ、陸上機に変えれば十分に届く距離なので、まあそのあたりは少し変更の余地ありかなというふうに思っています。では、上枠とラエとラバウルですね。それぞれの航空基地に増強をかけました。まあ、簡単に指示内容ですね。ラバウルを例にとってご紹介しておきたいと思います。まず任務なんですけども、任務は基地攻撃でガダルカナル、ここを攻撃します。航空隊なんですが、現状こんな形ですね。まあ、数は少ないんですが、冷戦の21型、32型、救急のカンバック観光、それに偵察機、これね、補充の依頼をしています。同様にラエと上枠も補充、これをね、行ってもらうような指示になっています。続いて艦隊の動きですね。潜水艦隊は南下してですね、敵の機動部隊、これの発見に努めてもらおうと思いますので、そのように、差配していきましょう。航路をちょっと南にね、降りましょうね。敵の位置をね、発見するのがやっぱり一番重要になってきますから。潜水艦隊で敵の位置を探らせます。速度はマックスで行きましょう。同じようにもう一つの潜水艦も指示を出します。で、続いて、輸送船団ですね。これはちょっとガダルカナルから離れます。現状だとですね、まだガダルカナルとその周辺の敵戦力が強すぎて、輸送船団が発見されると壊滅する恐れありますので、残念ではありますけども、輸送船団に関しては一度ガダルカナルから離れましょう。敵の殲滅を優先します。で、空母の方ですけども、直縁は半分は上げたいですね。航路はこのままガダルカナルに向かってもらいます。空母を失うとね、戦力大幅にダウンしてしまうので、空母を失わないように直縁は 50%、しっかり上げてですね、防空に努めておきたい。まあ、そういう思いありますね。直縁 50%。では、これで時間の方進めていきましょう。対戦、スタートです。続いて、ラエの基地航空隊です。これがガナルカナルに攻撃を仕掛けます。ラエの航空機体90機。敵の直縁10。これは期待できますね。回転。いや、基地攻撃ですね。スタートしましょう。で、これ油断してるとですね、基地攻撃、いきなり手動で始まってしまうので、自分でちゃんと変えて止めないとですね、勝手に始まっちゃいますね。では、攻撃していきます。まずはガダルカナル上空にいる敵の直縁隊ですね。これを潰していきましょう。潰しましたね。そしたらこの後は敵の航空基地をまず潰したいので、ここにありますね。
この航空基地潰しに行きます。ちょっとうかつに敵の砲台の近くを通ってしまいましたけど、このまま南下して飛行場を攻撃していきます。飛行場一撃で潰しましたね。これでだいぶガダルカナルの戦力を削れそうですね。飛行場の脅威を取り除くことができたので、まあ、せっかく内側に入り込めているので、この後敵の戦力ですね、そのまま削っていきましょう。まあ、ここは自ら作った飛行場、まあ奪われたものではあるものの、それを破壊するっていうね、なんとも虚しい、まあ攻撃になりましたけども、まあガダルカナルの敵航空戦力を無力化することができたのかな、という点ではね、作戦の第一段階としては上出来なのかなと思います。ラエの航空隊、お手柄でしたね。では、敵の航空基地の戦力潰したのを確認しましたので、まあ、離れるという指示を出していた輸送船団ですけども、これ、一気にガダルカナルに突入してもらいましょう。もう、敵、警戒しなければいけないのは、言ってみれば、敵の機動部隊だけになりましたので、これ恐れてるとなかなかガダルカナルに近づけないと思うんで、まあ、思い切ってですね、ガダルカナルに向かいましょう。では、昇格随格からも、ガダルカナルの空爆に参加します。まだ敵のね、まあ、空母発見できていませんので、ここは全力で敵基地ガダルカナルの攻撃に艦載機使います。はい、結果です。航空戦力喪失ゼロ。すごいですね。やっぱり敵の直縁潰して、しかも砲台も今回完全に潰しきりましたね。この調子でいきたいと思います。さて、アメリカ軍の航空機107機に輸送船団がいる第4艦隊が狙われてしまいましたね。これなんとかしのがないと厳しそうなので全力で逃げましょう。ひたすら逃げの一手ですね。逃げまーす。はい、全力で逃げましたが、まあやっぱり損害はね、敵の航空機に捕捉されてしまうと、大なり小なり出てしまうというところですけど、まあ輸送船が完全に守られたのは、今回うまく逃げ切ったその証拠かなと思います。続いてラバウルの基地航空隊です。これも敵戦力を削るのが主任務になりそうですね。やっていきましょう。再び敵航空機155機に輸送船団が狙われています。もうガダルカナル目前なので、ここの輸送船団は投入したかったんですけどね。巡洋艦に損害が出ています。さあ、敵の艦隊発見します。これ。中身が不明と出てるので、どうしに一度空爆仕掛けてみましょうか。空母がいるとはもちろん限らないんですけど、まあ、空母だったらラッキーぐらいな感じで先制攻撃してみましょうかね。残念ながら敵空母じゃなかったですね。まあただ、まあ見つけた以上は、ここね、撃滅しておきましょう。あんまりここでね、戦力使わずにできれば敵空母に全力を注ぎたかったというのはあるんですが、まあ残念ですけど、ここは今目の前の敵艦を撃沈して回ります。確実にダメージを取っていきましょう。はい、
艦載機ですが、残念ながら8機ほど失っています。敵の巡洋艦2隻撃沈です。残念ながら空母のいる部隊ではありませんでした。では第3艦隊ですね。これがガダルカナルに上陸を仕掛けて、さらに巡洋艦駆逐艦による砲撃も行っていきましょう。まあ、あくまでも今回の目的はガダルカナルの奪還ですからね。では、敵のね、ガダルカナル、ここに入っていきたいと思います。でも、鉄壁基地は潰してあるので、上陸作戦になりますね。はい、ブジョッジに陸戦隊、24ユニットを下ろせましたので、ここからガダルカナル島のね、まあ、大攻防戦と。というのが始まっていくと思います。しっかり航空機で支援しましょう。はい。敵の航空機に機動部隊、小核、追核が発見されてしまいました。しかも、運悪く直営が上がってない時間ですね。ちょっと怖いな。はい。残念ながら空母失ってしまいました。直縁機がちょうど上がっていないその瞬間を突かれてしまいましたね。巡洋艦と駆逐艦に、まあ、ここで、まあ、強襲されてしまったという形です。残念ながら、空母追核を撃沈されてます。さらに敵航空隊か。いや、なかなかしんどい時間に来ましたね。まあ、空母一隻しかいないので直営の数が13というのもしんどい状況ですが。まあ、なんとかここで空母はもう逃げの体制に入りましょうか。では一度傷ついた南雲さんの第5航空艦隊ですね。これは、ラバールに対しましょう。残りは航空戦力、基地航空戦力ですね。これで戦っていきます。ラバールとラエの両基地なんですけども、まあ、この際敵のですね、艦隊を無視してガダルカナルの奪還、これを最優先に指示内容を変えました。敵の艦隊は無視、ガダルカナルへの空襲を優先、これに変えています。ようやくここに敵の空母発見しましたね。ここにいます、敵の空母、空母3。まあ、これ空母同士の戦いになると空母竜城では勝ち目がないので逃げましょう。戦うのをやめます。はい、ではちょっと時間が長くなりましたので、一旦今回ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、第二次ソロモン海戦の前編と、まあ、そういう位置づけですね。ガダルカナルの航空基地、これをね潰したので有利に戦いを進められていると思うんですけども、空母が一隻、しかも正規空母を沈められているので、まあ、しっかりここはねガダルカナルに空襲を、航空基地隊を使って行ってガダルカナル奪還に結びつけていきたいというふうに思います。